+4x+5。うん。このマイナスのグラフですから、こういうグラフですね。はい。で、a 小なりイコール x。a 小なりイコール x。小なりイコール a プラス2。あらら。の時？最大値と最小値。ああ。最大最小はという問題です。でですね、あ、これはマイナスのグラフになりますね。このグラフの形ですね。で、まあ、今度はどうなったかって、さっきのは終点が A でここがだったんですけど、両方とも A と A たすにこれ移動していくんです。旅をしていきます。範囲が旅をしますね。範囲が変わっていくやつなんです。で、やっぱり一応これ平方完成ですわな、一応。すいません、一応真面目にしますよ、本当。2人が4でマイナス4だからプラス9なの？本当これ。こんなになります。あ、これいいんでしょうか。で、いつものね、これ fx とくんでしょ。fx イコールマイナス x 以上プラス 4x プラス5と送って書くと非常に後々から楽です。大丈夫でしょうか。いいでしょうかね、これで。はい。そしたら、まあ、ここで、ちょっとまずグラフから考察というか考えるんですが、2と9ですね。で、頂点で y 切片はまたいつものところでございます。そしたらこういうグラフでございます。ということは、まあ、ここが4かなということになります。さあ、困りました。さっきは0からスタートでしたけど、今度は a と a たす2ということは、要するに、まあ、ちょっといろいろ書けば、例えばこういうこともあるし、まあこんなこともあるし、分かってるのは a プラス2の方がでかいよね。これ当たり前だけどね。a というより a たす2の方がでかいんだね。これ逆転することはないよね。大丈夫ですよね。だから、ともかくこうやって蛇腹のようにこう動いていくわけですな。困ったもんですね。そしたら、さっきヒント僕言いましたね。極端なケースを考えるっていうか、ほら、さっきちょっと僕ヒント言いましたが、まずほら、等しい時を調べたらいいんじゃないって僕言ったじゃないですか。ほら、同じ時。で、ちょうどこれが、今見たら2でございます。さあ、ここが A で、ここが A たす2になるときってどんなときかなって考えます。まず。そうすると、これとこれ足して2で割ったら2だよね。のはずだから、まあちょっとここで影で計算をしましょう。A たす2で、2で割ったら2だから、4で、2A たす2だから、まあこんなすぐ分かるんですけど、一応真面目にやりますよ。A イコール1かなと。まあそりゃそうでしょ。A が1で、これは3になるから、まあ、そんなもんでしょうね。A が1の時ちょうど最小値が2つ出るのかな、最大値が1個かなって感じです。で、まあとりあえずこう考えていくんですけど、まずまたこれまでいくつも書きますけど、1つ分かりました。こういう時が分かりました。 A が1です。で、極端の時はこういう時ありません。こういう時ね、あ、すいません、逆にして、まあ、ちょっとこれ丸で三角しましょうかね。したらここが2で、ここが a たす2ってなったらこうなりますよね。で、またこっちの極端な話はこういうこともあるよね。2で、ここが a で、ここが a たす2とこうなります。したらこれは2より大きい時かな。これは a たす2が2より小さいから、0より小さいかな。で、これが A が1かなとなります。いいですね。なんとなくこれ今実験をやってるんだよ。答案作る前の実験で、ね、これ実験をしていくわけ。そしたらこれとこれの間って多分こうかなって気がするでしょ。そういう気がしない？ほら、こうとこれやったらこれでしょ。さあ、これはこんな感じがしない？なんとなくほら、これがこう移動してったらこうなるよね。で、次こうでしょ、という絵を考えていくんです。で、その次にもう一つヒントは数直線を引くんですね。 A で今場合分けしてるから、今見たら
ちょっと今ここはまあちょっと今これ考えてもこれでね、 A が0より小さいで A が1して A が2より大きいと、そうするとずるいけど、これはひょっとしたら A は0から1かなと、1はここにイコール入ってますからこっちにつけませんね。でこれは多分1から2かなと、まあ、こういうふうに考えていくわけですね。あ、分かります、言ってること分かりますか。まずさっきと同じルールで、あの2つ最小値を取るときを考えて、あと極端なケースを考えて、あと間かなという、この間ってちょっとずるい考えですけど、でそれを分かりやすくするのはこの数直線を書くわけですね。でこういうイメージを作っていきます。でもちろんこれは最大最小最大最小になります。じゃあこれを清書しようというふうに考えます。まず最初にこうやって、どんな人もいきなりはできませんので、いろいろ試行錯誤をしていきます。いいですか。はい、じゃあ清書をしていきます。上昇していくんですけど、上昇するときはどうするか、まずこのグラフ1個書きますけど、真ん中からいきましょうかね。まあでもどっちにしても5つ書かないとダメです。でそうですね、まあ赤で書いちゃいますか。じゃあこういう、あ、三角がいいですね、こういう時で、さっきこの答案見た感じで、これが、ここのところが2ですから、ここが A、 A と2と、でこれは、さっき計算したように A が1の時と、こういうふうにですね。で、あとはこっち極端な例を書いて、A たす2と、ここは2だから、A が0より小さいとき。で、こっちはまた極端な例で、A2 で、ここが A だから、もうちょっとずるいですけど、ここにした。まあ、ずるはやりましょう。ちゃんと書きましょう。そしてあとはどうするかというと、ここですね、ここの時は、ちょっとあれですな、 A が、まあ、ここでこれを書いちゃうんです。これは書いておいた方がいいです。これは書いておいた方がいいです。で今0より小さい時を、まあ、これを1番とするならば、ここ1番にしましょう。そしたら、これを5番とするならば、これを5番としましょう。そしたらこれは多分3番になるわけですな。A が1の時はこれ3番でございます。そうするとこの間の時が4番、あ、すいません、2番、4番、2番と4番ですね。こう考えます。そうすると案外話がスムーズにいきまして、 A が、0、こっちイコールついてませんから0以上、1より小さい時、多分これはこうなります。まあですね、そして、A が1より大きく、こっちにイコールついてませんので、こうしてこうなると、こう置きます。でこれが2番です。でこれが4番でございます。こういうふうになります。そしてある程度清書ができましたので、この下のを消してよろしいですか。いいですか。いいですね。まあ上書いてますからね。しましょうかね。すいません、ここまで消します。そうするとあとはもう簡単でございまして、最大値は、M はこれは、F A たす2ですね。でこっちの最大値は、ああ、すごい、これちゃんと行きましょうね、最小値。スモール M にしましょう。最小値はこれは FA ですね。すみません、これ
このところは A ですよ。こうですね。はい。で、これは最大値は F2。F2 ですね。はい。で、最小値は FA です。で、これは最大値は F2。最小値は FA であり、FA とする。2つになります。2つありますね。で、こっちは最大値は F2。最小値は FA とするになります。こっちですかね、今度は。で、こちらは FA と。最小値は FA とする。こういうふうになります。こういうふうになっちゃいますね。で、こんなのいっぱいあるけど、まあ、もうこうだから、FA とは何かというと、もうここ作っておくんです。A 以上プラス 4A プラス5ですよと。で、FA たす2とは何かというと、まあ、これ大変ですけど、ここでまた僕は間違えそうですが、事乗プラス4の A たす2、プラス5ですけど、これは一応展開した方がいいです。いいですか？これ。そしたら、あとはもう、これ参照して入れていけばいいです。こうなります。よろしいでしょうか？もうこれまとめるんでしょう、多分。そしたらどうまとめるかなんですが、ここが全部一緒でございますよね。ここがですね、さっき線引きは分かったんですけどね、ここを3つに分けるでしょ。だから A が0以上2以下の時にこれって書くでしょ。で、こっちは A が0より小さい時、これが2より A の時とこういうふうに書くわけですね。で、下もそうですね。下はこれがここが一緒ですね。だからこれで A が、1より大きいの時と最小値はってことでしょ。 A がの時って書くんでしょうね。で、ここは、まあ、A が1の時と、まあ、こういう分け方をしてる答案もあります。だから大変です。答案がいろいろ出てくるってことですね。ということで、これをまた追加でメモっておくといいです。はい。